おはようございます。では、これから、定例会見を始めさせていただきたいと思います。知事、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。本日も、聴覚障害者の皆様に分かりやすいように距離を取ってマスクを外して大きな声出さずに、説明をさせていただきたいと思います。今日は防災の日でございます。私ども鳥取県では昭和18年9月10日に鳥取大震災もございました。1000人以上の方も亡くなったわけであります。これからしばらくこの9月というのはそうした防災、特に台風をはじめとした水の害について注意を要する機会だと思います。今台風11号が沖縄の南の方に進んでおります。それによりまして今後本県への影響もないとは限らない状況になってきました。今現在もこの台風から送り出されます暖かく湿った空気が秋前線、秋雨前線を刺激をしておりましてそれによる雨が本県でも降っておりまして未明には洪水警報も一時発令されました。こうした状況はここしばらく続くかと思います。さらに警戒されますのは来週に入りますと首筋を介して台風11号が週末から北上してくる可能性があり日本海の方に向かってくるルートも想定されるようになってきました。現在非常に強い勢力を保ってますがこのあとさらに暖かい海域を通るために猛烈な台風に再び発達する恐れもあります。それが今後来週入ってきますのでぜひご注意いただきたいと思いますし県の方からも適時適切な情報をご提供申し上げたいと思いますし気象台の情報等にも十分注意をしていただきたいと思います。全国的にも九州をはじめとした影響、沖縄等もございますので、交通機関などの影響もぜひご覧をいただきたいと思います。同じように今、人間界を襲っている災害がこの新型コロナという問題でございます。これにつきましては、本県のまず感染状況をちょっとご説明を申し上げたいと思いますが本県は急速に引き上がることをなんとか食い止めてきました。それでこのように週を追って徐々にこう階段を上るように上がってきております。でこれが8月の20日に過去最多を記録いたしましたがそれを挟んで大体1000人ぐらいのベースのものになっていたと思います。今週に入りましてこれが600台でありましたが昨晩のデータでは551であります。東部西部が多いんですが中部も100近くございましてそういうことで551というベースでありましてある程度こうベースがですね若干下がったかもしれないと。で実効再生産数で見ますと8月の27日に1を切りまして 0.99 となりました。で8月27日以降、全体としてはこう下がる傾向が本県の中でもようやく見え始めたということです。実効再生産数全国のいろんなデータもありまして、よく国の中央の方に行きますとこの8月の頭ごろにもう実効再生産数1を切ったよという話がありまして現場の感覚全然それ違いますよと。でおそらくそれは、大所の数字を足してたんだと思いますが、そこの数字が必ずしもその、感染の拡大傾向を示さない場合には、そこデータ狂ったと思います。ただ現在はですね、おそらく全国的に、抑制傾向に入ってきているのではないかと思われますし、昨日 のアドバイザリーボード、厚労省の、委員会の方でも、同様のことをおっしゃっておられます。ただ学校の感染なども気になるところでありまして引き続き警戒を要するレベル、このレベルというのはこの7月のこの後半のところのレベルでありましてこのレベルも過去から考えますととんでもなく高いレベルであります。1日にそれだけの感染者が出ますので医療現場や保健に対する負荷も当然ありますし
また社会生活、濃厚接触者も含めて行動が制限されることにもなりますし、子どもたちも含めてせっかく通った学校を、通えなくなってしまうということにもなりかねないわけでありまして、十分な注意が必要なレベルだということは、ぜひ、ご承知をお聞きいただければと思います。そういう意味で西部の特別警報、東部中部の警報は、医療 の, ベッド数の、利用状況に応じまして、このレベルは未だあまり変わってないということです。なぜ変わらないかということですが、これ見ていただきたいんですが、この紫のところが極端に今多くなっているんですね。だいたいクラスターの半分ぐらいがこの紫、これは高齢者の施設です。でそうしたところに実はクラスターが今集中をしています。でこの状況を何とかしなければならないというのが、おそらくですね、全国においても同じような状況が本来見えるんだと思うんですね。で最近亡くなられた方の数が急増していまして、昨日も300を超えるレベル、過去最多レベルというのが続いているわけですね。でそれは、やはりお年寄りを中心としたリスクの高い方々のところに感染がどこでも入り込んできていると。でそれがやはりこうした状況を生んでまして、 BA.5 のおそらく特徴ではないか、と思います。でそれはおそらく感染力が強いので、そういうことになると、いうこともありますし、いろいろと構造的な問題もあるのかなと思ってまして、後ほど申しますが、やはり対策を一段強化する必要があるだろうと思います。それから皆様もご関心あるかと思いますが、昨日も BA.2.75 が岡山で見つかったという報道がありました。本県の場合は今 100% BA.5 系統と思われます。ですから BA.5 の独占状態が続いているということですね。で岡山のケースもあれ7月の株の分析でありまして、もしかすると本県と同じようにここに BA.2.75 とか入ってたとしても BA.5 が今優勢になっているのかもしれません。でこの辺がちょっとまだ解明できてないですが、今後もこの、遺伝子 の, 系統の検査ということは本県も継続してまいりたいと思います。それで国の方の事情で、明日スタートと、なったわけで、ございますが、本県もこういう感染が依然としてこの高い水準にあると。でそれから今後もまだ予断を許さない、ということも、ございまして、新たな、体制へと移行していこうというふうに考えております。BA.5 対応型安心確立進化系システムというふうに、私どもは考えております。本件の大きな違いはですね、誰一人取り残さないというところを重点に置いてます。これは陽性だというふうに分かった場合ですね、登録をしていただきまして、健康のフォローアップに皆さん入っていただこうということです。もちろんどうしても入りたくないという方は抜けるでしょうけど、普通の人は、当然そのフォローアップに入ってこられると思います。それから重症化リスクのある方が優先レーンに乗っかって早くできるようにしましょう。これは多分各県も共通したところだと思います。あとこれも3番は本県の独自のところですけど、クラスターチーム、これ前回申し上げたと思いますが、機能別クラスターチームをこう編成をしたりして、感染抑制をですね、一定レベルこう測っていかなきゃいけないというふうに考えております。でそれから適切な医療、これを早期に実施をするということ、こういうことをいわば大きな柱として、私ども BA.5 に対応した安心を確立をする進化系のシステムとして入っていこうというふうに考えております。コンタクトセンターでいろいろと物資を配布をするとかですね、それから医療機関と連携しながら重点的対応というものをさらに強化をしていくとか、それからクラスター等を調査をする、さらにはこういうクラスターが大きくならないように支援をしていく、また、医療の関係で言えばですね、この度、エバーシェルドという新しい薬剤、これは筋肉注射をで投与する薬剤が昨日、これはアストラゼネカ製でありますけども、政府の方で承認をされました。
これ、まあ、非常に我々も期待をしております。でこういう新しい薬剤も含めて、速やかにですね、治療に役立てていくように、これを我々としても大きな目標にさせていただきたいと思っております。で具体的に、どういうふうになるかということですが、まあ、県民の皆様が非常にそこをご心配もあろうかと思います。重症化リスクの高い方と認められる方、例えば65歳以上のご高齢の方ですとか、入院が必要な方ですとか、それからまあその他まあリスクが高いと思われる方、妊婦の方、まあ、こういうような方がいらっしゃいます。でこの辺をお医者さんの方で、最初にご覧いただきます。でこのお医者さんの方でご覧いただくというのが本件のまず特徴です。本件の場合は、内科系のお医者さんの 93% が協力していただいてますので、これ先おととい、医療機関向けの説明会もやりご協力をいただけること呼びかけをさせていただいてご賛同いただいたところでありますが、皆さんちゃんとこうした、診察検査ということを最初にやっていただけると。でそこで、この人はという方は登録をされるわけですね。それがお医者さんの方で流れます。これは従来通りです。でそういう方は、その後、保健所サイド、我々行政サイドの方から連絡が行きますので、それでいろいろと事情をお話をいただいたりして、入院等など斡旋などいろいろと進んでいくということになります。でこれの件数が大きく減りますので、ここは早くなる、従来よりも早くなるというふうに、我々期待をいたしております。それから重症化リスクの低いと認められる方ですね。でそれはお医者さんの方でペーパーが渡されます。でそのペーパーの中に実はこの、陽性者コンタクトセンター、のご案内が入っています。でできればですね、この QR コードで登録をしていただければ、これは24時間いつでも登録できますので、電話をかけるよりもこちらの方が確実だと思います。ただ少々こういうのはお手間だなという方ももちろんいらっしゃいますし、電話でも構いません。お年を召していらっしゃってそういうのよくわからんとか全然問題ありませんので、8時半から午後8時までの間に、この登録相談申し込みの番号の方に、お電話をいただければありがたいというふうに思います。でこういうコンタクトセンターを東部それから中西部、これ多分中西部の番号ですかね、かと思いますが、ちょっと後でもしあれだったら訂正をさせていただきますが、電話番号もありますので、そちらの方にお電話いただければと思います。でもちろんちょっと状況が変わったなというような時は、24時間対応申し上げますので、その辺も安心していただければというふうに思います。また療養証明書が問題になってますが、今政府の方に、私ども宮城県や茨城県、佐賀県と一緒に申し入れをさせていただいております。国が検討していると思いますが、療養証明書がいるということになる場合はですね、療養証明書が発行されます。まあ、本件の場合はその、手はずを整えましたので、この点についても報道と違って大丈夫だと安心をしていただければと思います。でこれがそのちょっと模式的に、書いたもので、ございます。先ほど申しましたように、この65歳以上などの重症者リスクがあるというふうに言われる方、こういう方についてはお医者さんの方で今までと同じような形で発生届を出し、それがデータで保健所に送られまして、で個別に我々の方で電話で聞き取りをさせていただき、入院なのか宿泊療養なのか在宅なのか、この辺のお世話をさせていただきます。でこの数が減りますのでスピードアップできるでしょうというのが、最大の眼目の一つです。でそれ以外の方々は今まで同じレベルでこれ言ってました。でこれずっとじゅんぐりじゅんぐり言ってですね、それで最後のところで在宅療養というように判定されて初めて、この療養サポートに行ったところです。でこの療養サポートに行くのが、
この電話だとか QR コードで登録いただくことで、一発で終わりますので、ここがすべて省略をされますので、極めて早く、その療養サポートにたどり着くことができるようになります。でそれで、もしご自宅で療養されていて症状が悪くなったりすれば、かかりつけ医の方に受診をしていただく、それでまたこちらのラインに戻るということも、考えられるわけでありますし、また療養に戻っていただくということもあると思います。でいずれのケースも療養証明を出します。なぜ療養証明が出るかというと、私たちここで、コンタクトセンターで、受診しますが、その時に、HERSYS の、データを入力します。で正確には陽性者としてのデータではないんですが、それ以外のデータ領域を活用させていただいて HERSYS のシステムを陽性者コンタクトセンターで、私ども再度で登録をしていくと。で今までお医者さんがその手間を持ってたものを、私たちのサイドでやらさせていただこうということです。で そこのところで HERSYS のデータベースができますので、この療養者の方も、マイ HERSYS で自己管理をし、そのデータベースを我々県の方でも、サポート対象として把握ができます。ですからいわゆる全数把握というこの手続きではないですが、全数管理できる状況になります。だからここは多分本県独自の、やり方であろうかと思います。でその HERSYS のデータがあるものですから、療養証明というのも、当然可能になるということであります。そういう本県独自のやり方を、明日から、というふうに考えております。で県庁の方につきましては、そのセンターを立ち上げましてですね、明日運用開始をしてメディアの皆さんにも見ていただく時間というのも先般、クラブの方と調整させていただきました。それから、大切なこととしてどういうふうに感染レベルを下げるか、それから感染した際のその、危機管理についてですね、やっぱり福祉医療施設についてはさらにその対策を強めようと思います。でそういう意味で福祉医療施設感染対策センターっていうのを、県庁内に設置をしまして、それで、お医者さんだとか福祉施設の方から陽性者の発生のご連絡をいただき、支援に入らさせていただくと、例えばゾーニングをするそのやり方ですね、それから一斉検査をしましょうと。で医療機関のことも当然そうしたグッズを持ってますのであちらでもできますし、そういう場合であっても、10分の10 の, 検査費用の助成をしましょうと。でまた検査キット県の備蓄分をですね、これをこうした医療施設福祉施設に、すぐさまこうお持ちをして、やっていただくということも始めたいと思います。それから N95 という防御度の高いマスクですね、95% カットするマスク、そういうものなど の支援をしたり、それから、対応困難事例の相談とか、それから協力医や嘱託医、こうした方々とのつなぎの斡旋だとか、スタッフが足りなければ協力協定も結んでますので他の施設にも応援をいただいて、福祉施設の支援をするということも考えられようかと思います。でこういうようなことで、新しい体制には移行しますが、特にこう福祉や医療施設は、命に関わるケースが大半ここで起きてますので、こちらの方の、重点的な対応をさせていただきたいと思っております。それから、急遽総理の方で、この度ご提案のありました、2価ワクチン、の接種であります。これについては9月中にも前倒して始めたいというお話もございました。で本県はですね、18歳以上の方42万人います。でこれに、接種をするということになるとかなり大掛かりな、接種になります。ですから早々に、本県の対応もですね、関係機関と一緒に始めたいと思います。でそれで、例えばワクチン接種体制協議会を開催をしようと。
でこれちょっとすみません間違いですが、これ全部別項目ですけども、市町村と実務上の協議をしていきましょう、それから医師会との協力要請をこれから相談をかけていきます。それから県営の大規模接種会場を設置をします。でそれに向けて会場確保を始めたい、と思います。でこういうちょっと何項目かありますが、こういうことに具体的に今入っていこうということにいたします。それから、大学や企業などでの 集団接種、職域接種ですね、これも今回、されるんではないかというふうにも考えられますので、私どもでも早々に、大学や商工会、あるいは JA さんなどいろいろと前回も、大規模に全数的に接種したときなどもやりましたが、また職域接種の働きかけをしてですね、接種のその供給能力というのを増やしていきたいと思います。また打ち手の問題として、新たにこう、臨床工学技師、診療放射線技師っていうのも国は認めようということで検討を始めたという報道もあります。で前回も歯科医師さん、それから臨床検査技師さんにも、援助をいただいてまして、そういう方々とか、その他の打ち手になっていただける方々のこの、確保を始めたいと思います。場合によっては研修会などをやってですね、新たに加わっていただく職種については、要請していかなきゃいけませんので、そうしたことに着手をしていきたいと思います。それから子どもの接種についても、今月から努力義務化されるという報道になっています。また3回目接種などもございますが、イオンモール比叡洲で、子どもの接種、がほぼ予約が満杯になったもの、途中でこれ、枠を引き上げたりしましたが、これをさらに増強しまして、今後も続けていきたいと思いますし、その他にもこうしたワクチン接種というのを進めていきたいと思います。現在はですね、BA.5 の波だと思います。でこれで急速に本県も駆け上がりました。おそらく全国も同じ状況ではないかと思います。でこれが今若干こう多分ウイルスの都合だと思うんですが、少しずつこう数を減らしてきていると。でそれのあと今度は、今までの経験からしますと、こういう占拠しているウイルスがいなくなってくるとですね、今度別のウイルスが入ってきて、そこで次の波を起こすと。でこれが今までの経験上の、状況でございます。で、そういうようなことを考えますと、今後も、第8波第9波ということが、今まで以上の規模で起こらないとは決して言えないわけでありまして、こうした意味でワクチンをですね、早めに打っていただいて、それで免疫力を上げていただくことが非常に重要だというふうに考えます。昨日政府の方では概算要求が取りまとめられました。110兆円規模で、新年度予算の、概算要求まとまりまして、令和4年度の当初予算の時とほぼ同じぐらい の要求があったということであります。で本県としてはですね、そうした新たな新年度予算、それを踏まえて今後秋以降、特に年明けに予算編成作業をやりますが、当面9月の議会に緊急のものを出していく必要があります。一つはコロナ関係で90億程度ございますが、その他にも 4,50 億ぐらいは今想定をされる状況になってきました。ですから現在のところ予算9月補正ですね、130億円台の後半ぐらいになるのではないかと思われます。ただ今後政府の方で物価高対策、生活困難対策等々追加のもの事業を示すというそういうお話もありますので、そういうことも入れればまた流動化するかもしれませんが、現状では130億円台後半の予算を見込んでおります。でその上で現在ですね、今精査中でありますが、例えばやっぱり今コロナとか物価高で皆さん困っています。でそれで、この、第7波物価高高騰物価高騰対策支援補助金というのを事業者向けに、作らさせていただこうかと思います。
で従来のコロナ補助金はですね、売上 10% 以上限だとか、ここで実は支給していました。しかし今新しいこう例えば燃油高などがあって経費の方が大きくなる、それで儲けが少なくなるということが見られるのではないかと懸念しています。まあ、そこで従来の売上 10% 以上減に加えて、これ多分本件として初めてですけども、売上の総利益、いわゆる粗利が、これは経費をのざっと除いたところですね。でその粗利ベースで 10% 以上減であれば、150万円、補助率2分の1での補助制度を作ろうと。でそれから、粗利が 30% 以上減ってくるというような場合には200万円上限で3分の2の補助率ということを考えております。まあ、これによって例えば、消費者向けのキャンペーンとかですね、それから作業効率を上げるための、事業だとか、そういうようないろんなものに幅広く使えるように、これは設定をさせていただきたいと思います。まあ、従来審査を経てごく一部の事業だけ採択しているという事業パターンではなくて、これは幅広く採択しうるものとして今想定をいたしております。それから燃油原材料価格高騰円安対策の金融支援でございますが、従来の枠を倍増しまして60億円まで枠増をし、今9月末までだった融資の申し込みの期限を3月末までに延長させていただこうと、年度いっぱいに延長させていただこうと思います。で従来のスキームと同じように実質無利子化を市町村と共同してやっていける、そういうスキームで融資枠の30億円増を図る、また伴走支援も行っていくということにいたしたいと思っております。それから交通事業者がやはりコロナ等で打撃を受けている状況は続いておりまして、若狭鉄道や智頭急行に対してですね、1ヶ月分の運行経費相当額の支援を、沿線自治体とともにやっていく、こういう事業も考えております。それから、これもちょっと本件としては初めてのタイプの事業ですが、やはり賃金アップということが言われます。特に最低賃金がですね、この度鳥取県で854円がというふうに設定をされました。こういうような賃上げが円滑に行われる環境づくりをしようと、でそれでこうやって賃上げをしようという企業さんの支援の補助金を創設をしようと思います。それで、国の方でですね、884円以下の事業者については、別の補助金もあるので、885円から1000円の、賃金単価の事業者、こちらの方々について、この賃上げをしようという場合には、環境づくりのための、資金として、助成制度を組まさせていただきたいと思います。また生活困窮世帯対策として、エアコンなど の光熱費代、これについても市町村の支給 の半分を鳥取県の方でも助成する制度をやらさせていただき、プレミアム付きお食事クーポン券もありますが、これも今の BA5 で長く需要停滞の傾向が続いていると考えられますので、11月の末まで延長して追加 の配分を店舗側に行っていきたいと考えております。それから企業誘致関係ですが、若干の進展がありましたのでお知らせをしたいと思います。自動車 EV 対応ですね、それにもついての部品です。本県は割と部品産業が発達しているところです。でその部品関係で、三笹製作所さん、こちらはこの業界大手の浅野歯車工作所さんの、系列の企業さんなんですが、こちらの方で EV 向けのですね、ギアを生産をしようと。でこれをこの度、着工して12月に完成する予定ということで、12億円の投資を見込んでおられます。
で雇用も20億円20名見込んでおられまして、私どももあの2割助成、これはあの、まあ、こうしたあの、企業さんの応援の枠組みとしては高い方の、率を適用できるかなと思っています。それから同じようにあの、NOK、さんですね、これ南部町の方でありますが、こちらは、トーショナルダンパーで の、 あの大手企業です。でその、 あの主力工場の一つが鳥取県の方にありまして、 NOK さんとか TVC さんとかそうした企業さんがございますが、もともとはガソリン車に対応するような、そういう部品ではあるんですけども、EV でもこういうあの EV のモーターの防振ゴムというものもありましてですね、こちらの方に、まあ、その、 あの、ジャンル拡大をしていこうということであります。でこれにつきましてもあの5億円の投資が見込まれて、私どもも2割程度は支援をしていけるかなというふうに考えております。でこうしたあの事業についてあのこの度話がまとまってまいりました。いよいよ10月にですね、日本女性会議が迫ってまいりました。10月28日から30日まで、倉吉で行われることになり、全国から関係者が集うあの非常に大きな大会です。でそれに向けましてあのこれは県の主催の方になりますが、今週末にですね、パネルディスカッションなどを行う、そういう、シンポジウムを行うことといたしております。またあの最近の子育て関係ではあのアンケートをですね、昨日まで取りまとめをさせていただきました。であの、まあ、結婚しない理由はあの 56% ぐらいの方が適当な相手に出会えないということを言いですね、それちょっとここには書いてありませんが、公的な出会いの機会を望む方もあの、3分の2ぐらい、いらっしゃいます。やはりあのそうした方に需要があるんだなということが、見えたところであります。それからまあ理想の子どもの数と現実の子どもの数のギャップがあることなどが分かってきております。またあのこの度国が発表しました待機児童数では、鳥取県は17年連続で待機児童ゼロということになりました。まああのこういうことも踏まえてですね、このあと子育て王国鳥取会議でいろいろと議論もしていただきまして、まあ新たな事業展開、支援策というものを考えていきたいと思います。いよいよ、カニの季節になってまいりました。今日ですね、ベニズワイガニと、それから沖合底引き漁業、これが解禁をされることに、なります。まあ、それぞれ5月末6月末までの漁期ということになりまして、ベニズワイガニも、来週ですかね、9月6日7日ぐらいが初釣りになるんじゃないかというふうに見込まれています。まあ、こういうようなことで、まあ、ぜひ多くの方々に鳥取の味覚をあの感じていただければありがたいと思います。で、あの境漁港ではあのこの度2号ワヤが、これに間に合いまして、ここがあの沖合底引きの、ワヤだったものですから、いよいよここであの初釣りが実施されるということになりますが、まあ、そういうようなあの新しいシーズンのですね、まあ、あの恵みというものをぜひ皆さん感じていただければと思います。こういうあのカニの魅力に裏打ちをされる鳥取県でありますので、今年もカニ取り県キャンペーン、ウェルカニキャンペーンをスタートを今日させていただきます。それで、この度はですね、山崎玲奈さん、にあの加わっていただきました。で山崎さんと一遍ちょっとあの番組で共演したこともありますが、お世話になったこともあります。であのお引き受けいただきまして、カニ取り県の、イメージキャラクターにこの度、なっていただき、カニ取り県アンバサダーにご就任いただくことといたしております。でカニ旅としてですね、鳥取県を売り込んでいこうということです。でその、まあこれ先々週ですか、申し上げましたメルカニショップス、これもあの、公式ページに9月15日にオープンをすると、いうことになりますが、カニ旅、鳥取をもっと身近に感じてもらえる、スポットっていうものをですね、これはあの温泉やサウナなど、テーマ別に、紹介していこうと、こういう展開を今年はあの考えているところであります。
で、そのアメリカンショップス以外にも、毎月100名様に、お宿に泊まっていただきますと、カニが当たるというキャンペーンとか、それからSNS キャンペーンですね、これも10月1日から実施をしようと思います。アメリカンショップス祭りと題しまして、まあ、ツイッターで展開をしたり、それから推し旅チャレンジ、鳥取の風光明媚なところやその旅の思い出など、そういうものを発信していただきますと、商品が当たると、まあ、このようなキャンペーンをまた10月から展開をすることにいたしております。まあ、こうしたことと合わせまして、We Love サインキャンペーンにつきましても、9月30日まで当面延長させていただくことといたしております。まあ、この度は県立博物館の方でティラノサウルス展をやりましたが、6万人以上の方がご来館いただきました。実はこれ県立博物館としては新記録でありました。まあ、今後いい夏の思い出ができたと思いますが、私どもこれから美術館とかですね、こうした展示施設の充実強化を図っていくことになりますが、こういう経験を生かしながら展開をしてまいりたいと考えております。私の方からは以上です。ありがとうございました。では質疑に移ります。質問のある人は、社とお名前を名乗って、質問してください。日本海新聞の佐々木です。全数把握の見直しについて、まあ、いわゆる全数把握の見直しについてですが、全国知事会の最大公約数ということでですね、国の方に申し入れを行ったところ、実際に導入をされた、先行して導入をされたのは4件で、まあ、積極的に見直しを導入しないと表明している県都県も10件あるような状況になっています。改めて知事の受け止めを教えていただけますか。まあ、これにつきましては我々7月の28の日29の日に主として議論しましたが、この、新型コロナ対策、政府の方にこういう申し入れをしていくべきだという議論がまとまりました。その時に、大きな議論が2つありましたが、1つは、まあ、従来のいわゆるまん延防止等重点措置では戦えないので、それに代わる措置をということでありましたが、これは BA.5 対策の強化宣言として国が事業化しまして、こちらの方は半分程度は皆さん利用されたんじゃないでしょうか。で、あともう一つ議論が盛り上がったのが、実はこの全数把握の見直しということでありました。で、そういうわけでその全数把握の見直しをぜひ政府の方で実現していただきたいということで、これは後藤大臣や加藤大臣、歴代の厚生労働大臣に度重ねてお願いもさせていただき、政府の方でそれを実際に実行していただいたということでありまして、これは知事会の要望にまさに基づくものだと思います。そういう意味で知事会としては評価をさせていただいております。ただその時に各県で選ぶということをですね、まあ明確におっしゃられたことがございまして、まあ、それでそれぞれの県が自分のところの事情に照らして、まあ判断をするということだったんですが、それぞれの都道府県の事情だとか、それから厚生労働省の方で実は示されたスキームがありまして、そのスキームが、必ずしもこう非常に分かりやすい形でこうすればできるというような提示の仕方ではなくて、こういうことは してはいけませんとか、これはだけはやってくださいとかいうタイプのものでありまして、その中に、まあ療養証明書が出せないということが明確に先週木曜日に示されたわけであります。で、こういうことなどがありまして、非常に実は我々困ったというのは事実です。で、鳥取県の場合はまあ、国は出せないと言ってるけど出そうと、で、こういう思い切りができる自治体ってそう多くないと思います。で、私どもはそれを実現するためにハーシスのデータを使いながらという弁法を考えるわけでありますが、そういうことを今各県で工夫しているっていう実情があるんですね。ですからこの療養証明書のところっていうのは足かせになったっていうのはありましてですね、
で、まあ、大阪の吉村知事も明確にこれが不眠駅に沿わないとおっしゃって、あの検討されたですけどやめることにしたと、こういうことだったです。ですから、あの私もあの厚生労働省の方にあの先週の金曜日からですね、これはちょっとないくらなんでも話があのおかしいんじゃないっていうことはだいぶ言いまして、でそれであの加藤大臣のところに村井知事も我々4県の今回飛び出した4県のところがですね、共同要望させていただいたということで、ございます。まあ、あのそのようなあの経過を今辿ってきているところでありまして、これに限りません。でこういうあの療養証明書の問題があったり、それから私どもでいうと、このフォローアップについてもですね、こういうあの仕組みを考えたわけですね。でこれを実は各県がそれぞれ考えるわけです。でどうやったらその県民の皆様にあの理解していただけるようなスキームになるかというのをそれぞれ考える。その際には例えば保健所さんだとか医師会だとか皆さんの、ご理解ご協力もいただかなければいけないと。だからあの世情を思われているほどに簡単なあの作業ではありません。で鳥取県は ある程度その想定を 見越しながらですね、若干先回りをしてコンタクトセンターというのをとりあえず立ち上げておこうとか工夫をしてやっていったのでなんとか対応できた面もありますが、なかなかそれは各県すぐにできるわけではないと。で現実にも昨日も何件か私もいろいろと電話でやり取りもしてますが、今もってまだ検討しているところは当然ございまして、近々公表したいというところもあります。まあ、ですから皆さんそれぞれの事情を抱えながら結構真摯にどちらに判断すべきかというのを今やっているということでありまして、まあ、これはそれぞれの地域に任された形になりましたので、まあ、ある意味そうならざるを得ないというか当然の帰結なのかなというふうに思います。でまたその作業している過程の中で国の方で9月の しかるべき時期には全国一斉に移行してもらうんだという表明もございましてですね、これがまた検討の足を止めた感はあると思います。まあ、そういういろんな事情が重なっているわけでありますが、ご覧いただいたように本県みたいにですね、こうやって実際やってみようというところも実例として生まれてきておりますし、これはまず知事会としてできるだけ早くやってくれということに答えていただいたものの成果は、現れ始めるのではないかなと思います。まあ、明日から始まりますので、ぜひですね、そのやってみたところを全国でもまた検証していただきまして、これなら大丈夫そうだと。で少なくとも私は鳥取県のものは結構自信持ってまして、今までよりもスピードアップもできますし、例えば物資がなかなか届かないというご相談は今でもございました。正直でそういうものが解消されてくるのではないかなと期待できますので、こういうやり方で間違いはないだろうと思って導入をさせていただくわけでありますが、こういうものをまたできれば全国でも報道していただいてですね、特定の地域のやらないというその、こう言葉だけが走っている状態ですけども、やってみたらこうなるっていうのがむしろ大事だと思いますので、そちらの方をぜひ見ていただければいいなと思います。ただいずれにいたしましても若干その、我々として認識を共有する必要もありますし、今後9月の半ば以降、これも知事会の要請に従ってということですが、全数把握を全面的に見直そうと、全都道府県で見直そうというのも今から出てきますの でワクチン接種の課題なども含めて、午後にですね、急遽全国知事会議の全国知事会の新型コロナ対策本部を招集をさせていただきまして、皆様の意見をここで改めて一月ぶりに取りまとめようというふうに考えております。まさにこの9月の半ばに日本海新聞の佐々木です。まさにこの9月の半ばにはですね、全国にこの全数把握の見直しが導入されるわけですけれども、まあ、おっしゃられるようにですね、まあ、仕組みのことから検討されているところがまあ大部分でありまして、まあ、全国一律導入するのであればですね、国が何か大きなスキームのようなものを
示してもいいんじゃないかというように考えてもしまうのですが、そのあたり知事はどのようにお考えでしょうか。そこはちょっとわからないですね。まあ、我々もだからどういうことを政府に求めていくのか、今日改めて皆さんの意識合わせをする必要があるだろうと思っています。まあ、正常報道されているところでは、それに向けてシステムを組み替えるという話も出ています。ちょっとそれ以上のことはよく分かりません。ただそれはコンピューター上の話、ソフトウェアの話だと思います。ですから国として定番のこういう形でやりなさいっていうのを示すわけではないのかもしれませんね。だから私どもの感覚ではこうやって先に飛び出した4県からすればですね、まあ、こうやってそれぞれの地域でこれがやりやすい形だっていうのを今始めたところでありますので、まあ、そうした地域の個性っていうのはやっぱりそれは尊重していただかないと、今度は手元になりますから、我々はむしろそうしたある程度のバリエーションというのはやはり認められるべきものだと思っております。まあ、非常にそれの地域の事情は異なりますので、人口が集中している地域もあれば、感染がやたら広がっている地域もあればそうでない地域、それぞれのやっぱり事情に応じた最適解があると思いますので、それを探していただくということではないかなと、思います。でこの議論がですね、日本海新聞の佐々木です。この議論がですね、7月の28日か28日29日から出始めて、まさにこれはこの感染のピーク時の対策、まあ、負担の緩和ということで打ち出された対策だったと思うんです。でこれがどこまで下がるのかは分かりませんが、少なくとも本県の感染者、新規の感染者数ですね、少しいいペースで落ちてきているところにありまして、まあ、これが沈静化したとかピークアウトしたという状態ではもちろんないんでしょうけど、例えばこういったこの、まあ、ピーク時の対策として考えた全数把握の見直しっていうのは、この感染者数が落ち着いてからもずっと継続していくことになるんでしょうか。そこはちょっと分からないところですね。まあ、7月の28級というのは実はこのレベルです。で今のレベルと実は一緒なんですよ。でこの頃実は皆さん議論していて、この頃から随分こうすり上がっていったわけです。で学者の皆さんはもう終わりだよと言い続けてますけども、実は全国ガーッと上がっていったんですね。で、まあ、我々はそれ現場で感じてますから、もう悲鳴を上げたと、いうことで医療機関の日本医師会さんもそうですし、うちもそうですが、何とかしてくれと言って、このお盆の頃、実際加藤大臣、8月の頭に、この辺り後藤大臣のところに、それからこの辺りでこう加藤大臣のところに行ったりしていますよね。だからちょうどこの頃こう競り上がっていく状況でありまして、非常に切迫していた状況でありました。で今どちらかというとそれぞれの地域が少しこう下がってきたところで、この8月31日を当初を目指し、あるいは9月2日を目指して適用するよってこう言い始めたわけでありまして、まあ、それぞれの都道府県によってはですね、まあ、少しこう下がり傾向なので、もうちょっとどうせ全国でやらされるなら様子見たいという空気のところも出てきてます。でこれはやはり感染の波との影響で、まあ、しょうがないことなのかなというふうに思います。でこの問題というのは、ただこの議論した頃とあまり現状はあまり変わってないですね。でこれはやっぱり全国的な傾向も大体同じようなもんでありまして、やはり今は異常に多いんです、この BA.5 は。でそれまでのデルタ株だとか当初の武漢株などと比較しますと、前は数件をこう追っかけていって、それで全数こう捕まえて、でそれでそれぞれの一件一件に対して包囲網を作っていくっていうのがそもそも想定されるから全数把握なんですね。ただ今は今でも日に551件とかいうレベルでありますから、まあ、こんなにいっぱい出てくるとですね、その作業をじゃあ1個で追っかけてたものを551倍でできるかっていうと、それは多分無理です。で我々ですらそうですから、もっと大きな感染数を抱えているところはそれはできないと思いますね。だからそうすると皆さんも普通に考えていただければ、要は狙い撃ちしていくということですよね。で特にここは広がりそうだっていうところを、その感染拡大を抑えようと、だから我々で言ったら高齢者施設だとか学校だとかを重点的にやるというような作戦を立てるわけです。でこういうようなことをやはりやっていくもう情勢になっているわけでありまして、
まあ、一件一件数えて、それを詳細に年齢から性別からですね、そしてお名前に住所にご家族の構成に、どこどこに何月何日立ち寄ったか、それからどういうような薬を普段服用してますか、みんなこうずらずらずらっとこう、たくさんのこうデータを入れることを前提としたシステムがふさわしいかどうかで、やっぱりそれは、その蔓延状況に応じてですね、変わらなければならないのだと思うんですね。だからおそらく9月の20日とかそうした9月の後半のレベルになったとして、感染状況が変わってくる、だろうとは思いますけども、まあ、それでも、こうした移行について議論する値打ちというのはあり得るんだろうと思います。でそれからもし、デルタ株のようにですね、まあ、いわば病原性の高い状況にウイルスが変化をしていった場合などがあればですね、またそういうところは切り替えていくということは当然議論されるべきだろうと思います。現状のこの BA.5 がまだしばらく続くということを前提として考えた場合には、これ移行させていっても大きな支障はない、むしろそのうまくやれば効率的に対策を実行できてですね、救える命が増えるんじゃないかと、今そういう局面だと理解しています。参院放送の際です。すみません、全数把握 の国からの緩和の文書の中にその療養証明を出せないという一文が明記されていたという話があったかと思うんですけれども、その一文がいわゆるその各県がその緩和はしないという一番大きな要因の一つとしてあったのと感じていらっしゃるのかということと、鳥取県のようにマイハーシスをその自治体の方で使用して療養証明は別途発行できるというような、その手の届いたような書き方がされていれば、もっとその緩和に手を挙げた自治体が多かったとお感じなのかどうかということを教えてください。そこはすごく深刻だったですね。だからそれはだいぶ局面変わったと私は思います。で現に先走ってる4県がそう思ってます。でここでえらく苦労してます。でそれから今続こうとしている県もあります。でそれぞれにですね、今いろんな工夫を考えてます。まあ、例えばハーシスが使えないという前提だから、ハーシスが使えないので、そうした療養証明書は、発行できないというふうに言うんですよね、その先週の木曜日は。で、まあ、じゃあハーシスが使えないというんだったらそれ以外の手段考えようとか言って、で例えばレセプトっていうか医療機関で領収書が出てきますよね。でああいうのを読み解くことで、どういう治療をしたかっていうのは分かるわけでありまして、でああいうものを元に出そうかというような検討とかですね、まあ、医療と皆さんされるわけです。で、まあ、こういう例えば陽性者コンタクトセンターと我々言ってるようなところに届け出た人は、お医者さんの方である程度関与してればですね、もうそこで責任持って証明書を打っちゃおうというような自治体も今回ありますし、で皆さんそれぞれ工夫をして、なんとかこれ保険金がうちの県は出ないという事態は避けたいと、それは当然のことだと思います。でただその厚労省さんの方はそこは、金融庁にお話をしているのでっていうところで止まっちゃってるんですね。で金融庁に話をしたら厚労省は免責されると思っておられるんでしょうけども、それは我々現場で県民の皆さんに、じゃあ療養証明書いらないんですかって言われても、いやそれは金融庁がまだ考えている途中で、じゃあ出してくださいってなるに決まってるんで、で正直我々には何の言い訳にもならない、それでほとほと困ったということですね。それからあと、まあその後の議論がいろいろと展開をしまして、まあ、その見落としが出るんじゃないかという議論がどうしても出ます。で私どものこれ見ていただいたらご理解いただけると思うんですが、我々のやり方はまあ出るはずがないと。でそれから多少そこをうちほどにこう、まあ、いわば全数把握ではない全数管理をするのではなくて、まあ、そこはやっぱり重点管理をしようという自治体であっても、そのかなりその重症度が今回のオミクロン株BA.5 は低いですから、そういう意味で悪くなった時にそれを取り込めばいいという考え方というのも、こんな膨大な感染者数になった時は有効だと思います。
だからまあそういうような選択をされる地域も、まあ、それはあり得るだろうと思うんですが、まあ、そこのところは実はあまり話がないんですよね。厚労省でこうやれば大丈夫ですと、ここまでやれば、もう患者をフォローしたこととして考えられますよっていうエビデンスに基づいたなんかこうものが示されたかというと、示されているわけではありません。まあ、ですから、我々がもう額を突き合わせて、ここまでやれば大丈夫だろうというのをみんなそれぞれの県ごとに考えなきゃいけなくなったわけですね。でそこにお医者さんだとか保健所だとか皆さん入りますので、なかなかこう鮮度の多い中で話をまとめるというのはそう簡単ではないということであります。で決してそれぞれの地域が何か、逃げ回ったということでは全然ないだろうと思いますね。でむしろ真面目にそれぞれ考えてなかなかこれじゃあ今振り切るかっていうと、今日出すんですか、いや今日はまだ申請書出せないですよっていうことになったということだと思うんですね。木曜日に説明会があって月曜日の5時までに出すんです。普通ありえないですよね。でそれを我々やったわけですよ、4件は。で世間も騒ぐし、で私なんかもやっぱりやってみせないと、誰かやってみせないとダメだと思いますから、まあ、職員にもだいぶお願いをし、関係者にもお願いをして、どんどん前向きに進めたというところはありますけども、ただ普通のところはちょっとペース追いつかないですよね。だからまだ今考え中のところ多いです。でそういうところでまた今度9月の半ば以降かどっかの次のステップがありますので、それがだんだん近くなってくると今度はもうそっちに見送ってしまうところも出てくるでしょうし、まあ、女性はまだ混沌としているんじゃないかと思いますが、それぞれに検討していて我々の4件にはとどまらないだろうと思ってます。あ、時事通信の竹原です。すみません、さっきの関連なんですけど、じゃあこの4件しか、まあ、てか申請4件が申請したっていうこの結果っていうのは、療養証明書のその問題と、あと締め切りが短かったっていうのと、あとまあ医師会やその保健所との調整がこのうまく今いってないというか、そこが調整できなかったところが多いから、まあ結果少なかったっていうような印象なんでしょうか。そうですね、まあ、それぞれの事情にあると思います。まあそれぞれの事情があるので、それぞれの地域の事情でまあそれぞれが結論を導いたと。そもそも政府の方の投げかけは自治体で決めてくださいときたもんですから、自治体がじゃあ決めなきゃいけないという課題を背負ったわけで、それでそれぞれが真面目に考えた結果、やる、あるいはもうやらないことにしよう、あるいはもうちょっと時間をかけて考えようと。でもうちょっと時間をかけて考えるのが今多分一番多くて、でそれであとはこうやってだんだんと、今後時間の経過とともに動いていくんだと思うんですね。でただまあいろいろ皆さん困ったうちの一つは療養証明書の問題は確かに困ったし、それから安心できるシステム設計っていうのをどう組んでいくかっていうのは、この辺はまあいわば地域の腕の見せ所の部分があるんだと思うんですけども、でその辺の議論にやっぱりどうしても時間がかかるし、いい知恵を出すために皆さん苦労されているということであります。読売新聞の藤本です。療養証明書の発行についてなんですが、重症化リスクが低い方は、まあ、ハーシスに入力して療養証明書を発行したいというお話だったんですが、陽性者としての登録ではないということで、濃厚接触者としての登録になるのかという点と、あと、まあ、ハーシスに陽性者として登録されてないのに療養証明書を出すことは可能なのかというところを伺いますでしょうか。そもそも療養証明書は保険屋さんが判断するものです。で保険屋さんがこれで保険料支払っていいかという診証を得るに足るものかどうかなわけですね。でなぜ先週の木曜日の段階で厚労省さんがそういうものは出せないと言ったのかは正直解せなくて、私も厚労省さんの方にそういうことを言う権限厚労省ないはずじゃないって言ったんですけど、だって保健所が証明書を出すんですから、で保健所が証明書を出すので、その証明書を出せるかどうかっていうのは保健所が自分で考えればいいことでしょっていう、まあ、そういうことも言ったんですけどね、まあ、いずれにせようちの県は、まあ、ハーシスを使おうということにしました。
でこれについては濃厚接触者のデータ領域のところは HERSYS を使ってもいいということが示されています。で従いましてこれを我々は借用しようと考えました。でそこに実は例えば、保険の証明書に必要な事項というのは書いてありますよね。データとして入ってるんです。でこの事項を証明してくださいということは残らず入っています。でそこにその中でこう、まあ、何ですかね、メッセージ機能みたいなのがあるんですね。メッセージ機能、会話をするためので、その当事者の方と、私どもコンタクトセンターとがメッセージをやり取りをする。でそこにメッセージの中に、まあ、我々鳥取県として、まあ、いつからいつまで療養しましたよということを証明しますっていう文章をそこに入れてあげると。でそうすると保険屋さんの方でも、それをご覧になって、あ、これは濃厚接触者のデータ領域かもしれないけれども中身は一緒のデータだし、でこれは保健所が、確かにそうですと言ってるからこれで保険金出せますねってなればいいと。で我々はその程度の証明力はそれで作れると思ってまして、そうしたやり方を今考えたところであります。あ、すみません、また時事通信の竹原です。すみません、療養証明書の関連で今生命保険の業界がですね、新型コロナの感染者のこう自宅療養者、まあ、いわゆる重症化リスクの低い人のに対するその給付金の対象をこう縮小、まあ、しないというか外すというか、そういった方向で今調整しているということで、まあ、議論があるんですけれども、これについては、まあ、民間の話なんでもちろん どうのっていう話ではないと思うんですけれども、受け止めをお願いいたします。まあ、それは保険業界の方でお考えになったり契約者との契約の解釈の問題だと思いますので、ちょっと私がいいの悪いのっていうもんではないかとは思いますが、ただ一つ申し上げなければいけないのは、そういうその重症化リスクがない人は保険料を出さなくていい、ということで療養証明書いらないというお話であればですね、今この経過措置で手を挙げているところには絶対適用していただきたくないと。で我々はこの件だけ保険料が出ない、保険金が出ないなんてことは到底、理解が得られませんので、やるなら全国、それこそ全国一律で、どこの県でも保険金は同じように出ますよということは維持していただいた上で、それでその証明書の発行について工夫していただきたいと。そこは変わらないところであります。まあ、将来的にはいずれ、その保険金の支払い方っていうのは変えようというそういうメッセージなんだと思いますが、それを今こうまだら模様で、まあ、前倒しして仕事のやり方変えているだけの理由で、実際にそのウイルスの状況やら、感染者が置かれている、自己隔離的な、その療養の状況だとかを、見ればですね、それを地域によって区別されるというのはそれは耐え難いことであります。NHK の杉井と申します。すみません、重ねて療養証明の発行についてちょっと一点教えてください。陽性者コンタクトセンターへの登録というのは、感染者が自らQR コードなり電話で行うというご説明をいただいたんですけれども、あまりないかもしれませんが、仮に本当に要請を受けてない人が登録しようと思っても、登録できる自己申告のシステムなのかなと思うんですが、その偽ってこう療養証明書をこう何ですか発行するということが今できてしまうシステムになっているのか、そのコンタクトセンターに登録した人が本当に検査で陽性判定を受けたのかという、そこの確認は多分現状のシステムだとできないと思うんですけれども、そのコンタクトセンターに登録した方が本当に陽性者なのかという確認というのは現状できないということなんでしょうか。実務としてはコンタクトセンターでどこの診療所で判定を受けましたかというのを入れます。でそこは確認します。で当然ながら保険屋さんがこの人支払いおかしいんじゃないかって言ってきたときに、その診療書と照らし合わせてもらえば、これは虚偽請求ですね、詐欺罪ですねっていうことができると思います。
まあ、もちろん流れとしては我々の方で受ける形でありますけれども、まあ、それは例えばこうハーシスの入力であっても、そのハーシスに虚偽で入力したら同じようにそのデータが出てきて療養証明が出ますし、まあ、事象としては同じことはハーシス入力でも起こりうるんじゃないかと思います。参院中央新報の藤井です。すみません、今日の、あれにはないんですけども、3日で知事会長就任1年を迎えるということで、まず総括をいただいてもよろしいでしょうか。47都道府県の皆様のご協力をいただきながら、なんとか1年間会長職を務めさせていただいたことに、同僚の知事の皆様に本当に心から感謝を申し上げたいと思います。事故は最も少ない県という異例の中での指名をいただいたことの重みを感じながら1年間やってまいりました。特にこの新型コロナ対策であるとか、さらに知事会を改革をして、もっとウィングを広げた、知事会活動にしようと、この辺も同僚の知事の皆様のご理解をいただきながら、一定のこう方向性は出てきたかなと思います。奈良の知事会でも過去初めて経団連の方がお見えになったり、それから有識者等を招いて分科会のようなフォーラムを開いて、例えば地球温暖化の問題などを掘り下げてお互い議論をすることができ、アピールを取りまとめたりということもありました。私がその一つの理想として掲げて就任時に皆さんに訴えていたことが形になってきたという手応えを感じております。ただ今まだ道半ばでございます。新型コロナで言えば BA.5 の第7波の真っただ中でありますし、いろいろと解決しなければならない課題が山積をしている中、さらにウクライナ情勢であるとか物価高、生活苦、こうした問題も生じてきています。ぜひこれからも知事会として同僚の知事の皆様と力を合わせてですね、この難局を政府や国民の皆様とともに打開できるように全力を挙げてまいりたいと思います。先ほどから、もう出てるんですけども、全数把握について、厚労省の説明などいろいろ要因があったにしても4件にとどまったということは、結果的にその足並みが検討中のところもありますけども、揃わなかったということになって、でいわゆるその任意団体の長と長として取りまとめる難しさみたいなものっていうのは感じられましたでしょう、今回のその全数把握について。今回も、もちろんその奈良 の, 知事会はほとんど全ての知事出てましたので、議論の経過は分かった上でそれぞれご判断されているのではないかというふうに思っています。その辺の事情は政府の方も分かっていただけるとありがたいと思いますし、私たちも例えばうまくいっている事例というのを横展開をしていくとか、こういう新型コロナの解決にはこういうのは実務的に役立つであろうということを我々の共同でですね、検討していくだとか、いろんな形で、貢献していくことは可能ではないかと思います。全数把握の足並みの問題よく言われますが、これが全てではありません。正直申し上げて、全数把握について選べと言われたからそれぞれの地域は選び出したわけでありまして、でその時はもう正直だいぶ事情が変わっていったわけです。さっきの波でいきますと、起こってきた時になって山の時に我々お願いしてましたが、起こってきた時に今この話が出てきたということであるとか、それから提示されたその条件付けがですね、これは棒の目というのかというのも中に混じってましたので、私個人としてはもう少しそこの政府の方でも配慮してもらったらもうちょっとうまくいったんじゃないかなというふうには思いますが、ただ数が多いかどうかっていうのが全てではないと思いますので、皆さんそれぞれの選択だと思います。同じ知事会の中でも議論されました、まん延防止等重点措置に代わる措置、として政府の方で急遽提示されたのが BA.5 対策強化宣言でしたが、これについては半分の都道府県がですね、
採用して、今もその宣言を継続しているという状況があります。まあ、こういうように、知事会でみんなで議論したことが形になったことで、多くの知事が参加しているものはありますので、一概に今回のことで足並みが乱れてしまったとか対立が起きたというわけでは必ずしもないんじゃないかと思います。多分そろそろ知事みんな分かっていると思いますね。私は、ある意味人を信頼するタイプなのかもしれませんが、みんな議論見てますので、それぞれに手を挙げて全数把握なんとか見直してくださいと、会長これだけは政府にねじ込んでくださいって皆さん言ってましたんでね。でそれを受けてこっちが動いてるわけですから。ただ出てきたものがじゃあすぐ乗れるものだったかっていうと、そこはちょっと違いがあったのかなというところもありますし、時期の問題もありますので、こういう経過になってるのかなというふうに思います。日本海新聞の松本です。コロナの学校関係の対策についてお伺いしたいと思います。夏休みが明けて西部の学校ではオンライン授業が始まりました。で一方で日々の感染者数は先ほどからあるようにちょっと右肩下がりになってきていて、ただクラスターとかでも学校関係保育所関係がまだ多い状況だと思います。で今オンライン授業とかが始まってきている中で、こういうような警戒状況をいつぐらいまで続けられるというふうにお考えでしょうか。それは教育現場の方でも考えていただくことだと思います。実はこれですね、おそらく東中部はあんまりないんじゃないでしょうか。で政府は今特別警報が出ています。で今 の病床使用率は 58% 前後ぐらいで行き来している感じです。なぜ病床が増えるかというと、これですね、高齢者の、罹患が多いので病床が占有されているという状況であります。ですからそういう意味で逼迫性はまだ解除されていないという状況でありまして、それを受けて、それぞれ学校現場の方でどう対応されるか、特にこれから運動会や文化祭などがあります。で本件は一律に例えばクラブ活動やめてくださいということを言うわけではありません。基本はその感染対策をしっかり、取っていただいて、それで、両立を図っていただきたいということを申し上げているわけであります。でどうしても感染対策が取れない場合は、行事の先送り、これはやめろということだけではなくて先送りして、感染の波が収まった後、つまりこの特別警報なども切れてくるような状態になった後ですね、やっていただければ結構ですという扱いでありまして、その辺は多分学校現場も飲み込みながら、それぞれにされているんだと思います。でただ保育所だとか皆さん非常にやっぱり気をつかなきゃいけない事情は残念ながらまだ続いておりまして、これ取材もしていただければお分かりいただけると思いますけども、あちこちで今まだクラスターが起こってます。ですから、それは園も大変なんですよね。で子どもたちせっかく預かっているので子どもたちの間で感染が広がらないようにしなきゃいけない。でその対策というのはやっぱり、強化しなきゃいけないまだ時期でもあります。ですからいろいろご不便もかかるかと思うんですが、やはりそれはそうした子どもたちやお年寄りなども含めまして、大切な健康や命を守るということもありますし、それと両立を図りながら、ただいたずらにあっちも閉鎖するこっちも閉鎖するではない、やり方というのを我々はこの夏は鳥取県は模索してきているということですね。はい、別の話をお聞きしたいと思います。県の青少年育成条例の有害図書指定を受けて一部の大手書籍サイトで東京出版社の3冊の本を販売、その県の条例を受けてそのサイトが販売停止になった問題が、ネットとかで炎上というか皆さんが話題にしているんですけれども、まずこの問題で県の開示請求で議事録が開催概要ぐらいで具体的なその指定理由が分からなかったっていうことを出版社側が主張されています。で県の対応についてどうだったのかっていうところが1点お聞きしたいのと、もう2点あるんですけど、もう1点は、令和2年の条例改正で実際にネット販売までその
影響が実際に出てきた例が初めてだと思います。で、この実際に規制が働いたという事例のこの受け止めについてお聞きしたいのと、もう一点すみません、県がこれからも有害図書を指定すれば、そのサイトで販売できなくなるっていうことが想定される、これからもそういう状況になるっていう心配の声も上がってます。県としてはこれはどうお考えでしょうかっていう、この3点をお願いいたします。はい、これについては松本さんの方で今日も書かれておられますけれども、まず1点目につきましては、今日こうして改めて記者クラブという公開の場でのお話もございましたし、正常色と騒ぎがあるというようなことなのでありましょう。ちょっと説明もさせていただきながら、ちょっと方針を我々も出させていただく必要があるかなと今ちょっと聞いてて思いました。ちょっと説明がいると思うんですが、多くの方々ご事情がわからない方、特にこれ公開されている記者会見でありますので、何があるかというとですね、鳥取県青少年健全育成条例というのがあります。で、これは決して珍しい条例ではありません。全国にあります。で、そこでいわゆる有害図書だとか、あるいは有害玩具、そういうものを指定をして、これは売ってはいけないではないんです。子どもたちに売ってはいけないという規制です。いわゆる18禁とか言いますよね。で、ああいうものでありまして、例えばこの本の出版を差し止めるとか、そういうことは内容として入っていません。売る際に相手が18歳未満であれば売るのはやめてくださいということです。で、そうすると皆さんお分かりいただけると思うので、映画だとか、そういうものを思い浮かべていただければ、 R 指定なんかありますよね。で、普通上映してます。で、その中に R 指定で18だとか15だとかいろいろあって、で、そういうもので年齢制限を世界的にもかけてます。で、それをできればこうちゃんと皆さん守っていただいて、子どもたちにはそういう映像に触れないようにしましょうというものです。ですから、そこにはいろんな描写が出てきたりするわけでありますが、それをやめろ、上映するなというわけではなくて、見るときにお子さん連れてって見せないでくださいねっていう、そういう呼びかけですよね。ですから、中はいわばこう、例えば性的描写であるとか暴力的描写であるとか、そういうものが入っていたときに、それをもとにして子どもたちの目には触れないでいただきたい、ここを判断するわけですね。で、こういうような作業を実は伝統的に我が国どこの都道府県でもやってます。で、有害図書指定というシステムがありまして、本県では青少年健全育成条例の第13条にその有害図書というのがあります。で、そこに要件があります。それは著しく性的刺激を持って青少年に対して悪影響を与えるものとか、あるいは暴力に訴えるものに出会って、その暴力性があるので、それは青少年に刺激を与えるもの、見せるべきでないものっていうようなことが実は要件が書いてあります。で、この要件に従って判断をするわけですね。で、割と多くの県がそうだと思いますが、うちの県ではそういう有識者にやってもらおうと。で、有識者の皆さんが、職員がやるとやっぱりちょっと申請が入るかもしれませんので、有識者の皆さん、本県では5名の皆さんがいらっしゃって、その5名の皆さんがそこの判定員になっていただいて判断をしていただくと。で、その判断は、その審議会の中にもちゃんとその審査会の中の、要領の中にも書いてありますが、こういうその要件に合うかどうかを判定してくださいっていうものです。で、今その施錠を我々に対していろいろご意見をいただいている向きはここ完全に誤解してまして、これをフリーに、自分の気分で決めてるっていうことを言ってますが、これは委員の皆さんに対して大変失礼です。で、我々のはその要件、性的、描写のことだとか暴力的描写のことについて、これがどうか、青少年に見せていいものかどうかという判断です。これは例えば刑法に言う猥褻とはちょっと違うんですね。そういうようなものとはもっとレベルのある意味低いもの
も含めて青少年の健全育成の観点でそこを判定するっていう仕組みなんですね。でこれを5人の委員の皆さんについてさせていただいてます。で私もちょっと担当職員に、まあ、今回いろいろとお話をいただいているというもんですから状況を聞いてみましたけれども、要は本件での情報公開請求でいきますと、公開する際に作ってある書類しか情報公開しませんので、で作ってある書類は全部出しているということなんですね。でそれでただそれを見てもちょっと分からなかったということではないかと思います。であれば、私どもの方で追加で出させていただきます。で国名にこういうところが、性的描写であるだとか、それからいたずらにこう、暴力性を助長しかねない、あるいは武器の製造などにつながりかねない、例えば吹き矢の作り方だとか、であるいは防眼的なものを作るとか、でここのサイトに言えばそのこれは買えますよとか、安く手に入りますよとか、でこういうものを本当に青少年に見せていいのかどうかです。で皆さんはどう思われるか私も知りたいですから、記者クラブの皆さんにもこういう理由で、今回はこれを採択できない、青少年健全育成条例上やはり有害図書として認めたという有識者の判断がありますけれども、まあ、これがそんな疑問があるように僕はちょっと思えなかったですね。現物も拝見しましたけれども、妥当な判断だと思います。でぜひ今日こうしてお話もありましたクラブの皆さんにも、こういう理由だということをお示しをしたいと思いますし、まあ、先方がそれを望んでおられるわけですから先方にもそれ当然お示しをさせていただきます。でだから今まではその情報公開条例なので、これが出せるかどうかといえばそれは作ってない文書出せませんので作ってある文書を出していたわけであります。でそこでなんかちょっとやり取りの誤解があったようでありますが、で、まあ、自由に何でも決めていいというふうにそれを喧伝されてますけどもそれは嘘です。それは規則裁量と行政上言われるものでありまして、こういう要件に該当するかどうかを判断するものであります。でよく誤解の多分発端は自由心証主義という問題だと思うんですが、民事裁判刑事裁判があります。でそれは裁判官の自由心証主義であるというふうに言われています。でただもちろんその刑法の何罪に当たるかどうかというのはそれはみんな法律に書いてあるわけですね。でその要件に合致するかどうかというのを、公平な自由な、何かにこう縛られないちゃんと良心に従って判断してくださいと。でそれが自由心証主義でありまして、でその判断の仕方をさらに国名に法律なり何かでこう要件付けをするということをやる法制もありえますけれども、ただ日本の法制は刑事訴訟法も民事訴訟法もそれ取ってないんです。で同じことを実は今回の審査会の場でも取っていまして、要件に合致するかどうかはそれはそれぞれきちんと良心に従って判断してくださいと。ただこの要件に合致しないものはダメと言わないでねっていうふうになってるわけでありまして、そこ何の問題もないしおそらく全国それ以外のやり方はありえないと思います。でただそのなぜそういう判断が出たかということがどうしてもお分かりにならないという、ご指示でありましょうから、それについては、このクラブも含めて、今日もご質問がありましたので、我々は説明責任を果たすべきだと思いますから、ただちょっと待っていただきたいのは5人の委員のご了解を取った上で皆さんがどういう理由でこういう判断されたかというのを我々も集めますの でそれを、提示させていただきたいと思いますし、その5人のご判断をされた方々が、ご了解いただかないとちょっと出せない部分もありますの でそこは留保をさせていただきたいと思いますが、できる限りやはり説明責任を果たすべきだというご指示だと思いますので、それについては、国名に、見ていただけるようにいたしたいというふうに思います。またその今回の話のこんがらがった原因が一つあるのはですね、今申し上げましたようにこれは青少年健全育成条例ですから子どもたちに売っていただきたくないと。でその売る手段として実店舗お店であろうがあるいはネット店舗であろうがこれを子どもに売ってはいけませんよというところまでしか我々規定しておりません。しかし今回おっしゃっておられる方は、ある特定のサイトが、
そういうものも含めて、掲載をやめたかなんかだと思うんですね。でそれはそのサイトの考え方です。でサイトが、我々の子どもたちに売らないというふうに、コントロールすれば全然問題ないですはずです。で我々はそのどこの県もそうですけどこういう条例を持って子どもたちに有害なものはなるべく触れさせないという、健全な発達のための手段でありますのでそれに必要妥当な範囲でしかやってません。それ以上のことは我々何も求めていません。従いまして、それについて、これで売れなくなったというのは我々からすれば筋違いであると思います。で、まあ、ぜひですねこれは公に議論していただいて結構だと思いますし、まあ、私どもはこれ議会でも条例審議をいただいて、こういうようなことになりました。この背景には、ボウガンですね、当時ボウガンの問題が兵庫県であったんです。で子どももやりました。でそれで実際に痛ましい事件も起きました。ですから子どもたちにそういうボウガンが売られてはいけない等の課題があって、で今のこのネット社会の中で実店舗でボウガンを売ってるとかってどれほどあるんですかということですね。でそれをそのネットで入手されるのであればネットの販売もやはり同じように、禁止したいということで議会でご審議をいただいたところ、議会もそうだというふうに同意をされまして、それでネット販売も含めて、ダメだということになりました。ただ重ねて申しますがこれは子どもたちに売るなでありまして、それ以外の方々に売ることについては我々は規制の拉致外でありますので、そのことはぜひご理解をいただきたいと思います。お時間ない中で恐縮なんですけれどもちょっと別件で先般なんですけど岸田総理が原子力発電について、新増設リプレース、まあ、いわゆる次世代型の原子炉についてですね検討を進めていくというそういう方針お考えを示されました。で、原子力については東京電力福島第一原発の事故後ですね例えば民主党政権の野田元首相は当時新増設を一切認めないとかですねでそこに島根原発の3号入るのか入らないのかでその後、季節炉許可を出した14基については新規の原子炉ではないという話になったりとかで今度自民党政権になって、エネキでその別ロード電源にはするけれども新増設については当面考えないというようなお話がある中でより国策の大きな政策だと思うんですがこれが非常に簡単に揺らいで迷走しているようにも見えるんですけれども UPZ を抱える、まあ、事実上の立地県の知事として今回のことについてはどのようなご所感を抱いていらっしゃいますでしょうか。まあ、私どもとしてはですね実は東日本大震災の後、重ねて申し上げてまいりましたのはやはり一定の緩やかなエネルギー革命が起こるべきだということを申し上げてまいりました。まあ、それはできれば自然エネルギーなどですねそうした再生可能エネルギー等が望ましいのではないかという議論を提起をしてまいりました。でも多分岸田総理が最近おっしゃるのはウクライナ紛争が多分頭に終わりなんじゃないかと思います。でエネルギー需給バランスという観点で重大なこれから変更が起こるかもしれないと。でドイツにしてみれば天然ガスの供給が、制限される事態に、現実になってきました。でそれでヨーロッパでは今まで福島原発後、原子力発電所を、まあ、動かすことに消極的だった姿勢が、それぞれの国で変わってきたのもまた事実だと思うんですね。でその辺の世界の流れなども見ながら岸田総理が今まだ決められたわけじゃないと思うんですが議論の提起を始められたんだろうと思います。まあ、私どもとしてはですね、ぜひ公明正大にさまざまな有識者であるとかあるいは国民の各界各層の、議論を仰ぐべきではないかと思います。まあ、その上でやはり、国民的なコンセンサスを得て、どういうエネルギーミックスというものを考えていくべきなのか、それを議論すべきであろうかと思います。
あまり短編級に決める必要もない事柄だと思いますので、そういう意味で腰を据えた議論をしていただきたいと思いますが、これそのくらいで国のエネルギー政策に関わるところでもありますし、特に最近ちょっと難しいのは、外交や軍事に関わるところでもありますので、地方団体でなかなか一概に決めにくくなったというか、そういう問題領域に入り始めていると思います。まあ、私ども鳥取県としてはですね、まあ、そういう国の政策はいろいろあるにしても、やはり自然エネルギーというものは可能な限り推進をするなどして、従来電力の消費権でありましたけれども、大きな意味で将来的には原子力発電所等に代替できるようなエネルギー作りにも貢献していくことは我々の地域の志として継続してまいりたいと思っています。先ほどの日本海新聞の佐々木です。先ほどの全国知事会の話題とも関連をするのですけれども、知事会長としての任期残り1年残されているところでですね、鳥取県知事としての任期は来年の4月に選挙を迎えることになります。ご自身の進退について教えていただけますか。私の任期は県民の皆様に与えられた任期でありまして、この任期は重みがあるものであります。したがいまして、知事会の任期がそれに優先するものではないと思っております。ですから知事会の任期の以下にかかわらずですね、自分の出所進退等については今後よく自分なりに考えてみたいと思います。関連でお伺いをいたします。表明の時期なんかについては具体的なイメージは抱いていらっしゃいますでしょうか。まあ、今まで私も4回選挙出ましたが、経験的には、まあ、年末までにやっぱり表明すべきものかなという、そういう感覚は持っています。ただいずれにいたしましても、ちょっとまだ今コロナのことでも忙しいですし、まあ、知事会の中まとめるのも大変だと先ほど総主席のご質問もございましたが、いろいろと今追いまくられている状態でございますので、まだ正直ゆっくり考えている時間が取れておりません。しかるべき時期に結論を出したいと思っています。そろそろ終わろうと思いますが、他にありませんか。大丈夫でしょうか。はい、では、これで終わります。平井知事ありがとうございました。どうもありがとうございました。